どうも皆さんこんにちは、チャクバセです。本日はですね、こちらのクレジットカード知ってる方いらっしゃいますでしょうか。私もね、ツイッターのペイコさんっていう方に教えていただいたんですけども、こちらのクレジットカードはですね、このクレジットカードなんですよね。ちょっと見づらいかもしれないですけども、ホテルニューオータニと三井住友カードの提携のクレジットカードっていう風になってるんですよね。で、こちらなんですけども、なんと V ポイントからですね、このね、ホテルニューオータニのポイントに交換していただくと、このね、ホテルニューオータニにポイントでね、宿泊することができるね、サービスがあるんですよね。本日はですね、こちらのクレジットカードとこのポイントについてですね、解説やっていきたいななんていうふうに思いますので、気になる方はぜひね、最後までご覧いただければなと思います。ということで、こちらのね、ホテルニューオータニのクレジットカードなんですけども、先ほども言った通り、こちらはホテルニューオータニと三井住友カードの提携カードっていう風になっておりまして、このクレジットカードね、なんで発行したのかっていうとですね、ホテルニューオータニのポイントで、ホテルニューオータニの宿泊とかですね、あとランチとかディナーとかね、食事券に交換することができるわけなんですけども、このカードがないとですね、三井住友カードって結構ありますよね。このカードがないと、このね、ホテルニューオータニのポイントに交換することができないんですよね。まあソラシドエアとかもね、そうですけども、カードを持ってないとそのポイントプログラムに交換することができない仕様になっておりますんで、まあ今回ね、こちらのクレジットカードをね、発行させていただきました。こちらですね、このホテルのね、宿泊に利用していただいたりですね、またね、食事券、ランチ、ディナーとかにもね、利用することができるわけなんですけども、非常にね、お得っていう風になっておりますんで、まあ今後ですね、Vポイントといえば、ソラシドエア前にね、利用される方かなり多いかと思うんですけども、ぜひね、こちらね、一つの選択肢にね、入れていただきたいっていう風に思うんですよね。ということで、早速ね、解説に入っていきたいなと思うんですけども、まずね、クレジットカードの基本スペックからね、見ていきたいなと思います。ということで、こちらがですね、私が発行させていただいたニューオータニクラブビザカードということで、こちらはですね、ニューオータニホテルのクレジットカードっていう風になってるんですよね。で、こちらのクレジットカードはですね、ちょっと後でね、還元率がね、詳しく見ていくんですけども、ホテルニューオータニでこのクレジットカードを利用していただくと、V ポイントがね、2倍に貯まるっていった形になります。で、クレジットカードはですね、ニューオータニビザカード、クラシックカードと、ニューオータニクラブビザ、ゴールドカードということで、ゴールドカードと一般カードね、両方ありますけども、特にね、ゴールドカードにしなきゃいけないみたいな理由はございませんので、まあ、こちらのね、クレジットカード、一般カードでね、OK っていった形になります。で、年会費はですね、1375円ということで、こちらね、見ていただければわかる通りなんですが、初年度年会費無料でね、利用することができます。2年目以降ですね、1375円かかってくるっていった形になりますね。まあ、家族カードはですね、初年度年会費本会員が無料っていう風になっておりますんで、家族会員もね、無料っていう風になっておりまして、こちらですね、基本還元率が V ポイント200円につき1ポイントがね貯まるっていう風になりますんで 0.5% 還元のねクレジットカードっていう風になります。で、先ほど言った通りですね、ホテルニューオータニで利用していただくと2倍ね貯まるっていった形になります。で、カードの特典ということで、まあ今ね、マイペースリボ利用プランということで、まあ漏れなく3000キャッシュバックね、やってるみたいですね。で、V ポイントが2倍ということで、先ほどから言ってるのはこちらですね。ニューオータニホテルズのグループのホテル直営レストランバーで利用していただくと V ポイントがね、2倍貯まりますっていう感じですね。で、ポイントをホテルニューオータニの食事券、宿泊券に交換することができますということで、これがね、非常に大きい特典なんですよね。で、こちらね、ちょっと後でね、詳しく見ていきますので、先にね、こちら行きたいと思うんですけども、まあ、こちらですね、ホテル独自のポイントプログラム、様々な特典が満載ということで、クレジットカード入会するとですね、同時にね、このホテルニューオータニの、ニューオータニクラブっていうね、ホテルニューオータニのニューオータニクラブっていうね、会員になるっていった形になります。ですので、会員特典とかもね、利用することができるっていった形になります。まあ、三井住友カードなんでね、各種電子マネーとかですね、安心サポートも付帯しているっていった形になります。で、こういった感じになっておりまして、
こちらですよね。ポイントのね、交換先ということで、このホテルニューオータニクラブにね、クレジットカードを持っていると、V ポイントが交換することができるって言った形なんですよね。で、交換する先なんですけども、これね、2500ポイント、V ポイントが2500ポイントで、こちらね、500ポイントに交換することができて、これでね、利用できるのが、東京のね、コーヒーショップ、さつきランチ券、こちらね、ホテルのコーヒーショップなんですけども、ランチ券に交換できたり、こちら幕張のね、中華料理屋さんのランチ券にね、交換できたり、大阪のね、こちらのレストランのランチ券、またね、カフェ、レストラングリーンハウスランチ券、こちら博多にはなりますけども、こちらにね、利用することができるって言った形なんですよね。で、こちら2500ポイントね、V ポイント利用して、まあこちらね、利用できるっていう感じになるわけなんですけども、まあ1名じゃちょっとなって最初思ったんですけども、こちらね、下の方に書いてあるんですけども、プレゼントはすべて2名様分ご招待っていう風に記載がされてるんですよね。ですので、こちらね、2500V ポイントで500ポイントに交換していただければですね、この特典がですね、はい、2名分利用することができるって言った形なんですよね。ですんで、2500V ポイントで、ホテルのね、ランチ券がですね、利用することができるっていう計算になるんですよね。これほんとすごいですよね。で、これが倍になっていくとですね、どんどんね、得点が良くなっていくっていう風になりまして、レストランのね、ディナー券になったり、鉄板焼きのランチ券とかね、そういったものがですね、利用することができるって言った形になるんですよね。これ本当にね、すごいですよね。で、1万ポイント、1万5千ポイントとかね、どんどん上がれば上がるほどね、どんどん良くなってって、1万5千ポイントからだと思うんですけども、こちら、モデレートルームの一泊朝食付き宿泊券。ですんで、ホテルのね、宿泊にもですね、これね、利用することができるんですよね。まあ、ホテルの宿泊になるとですね、1万5000ポイントっていう風になりますんで、まあ、結構まとまったね、ポイントが必要になってくるわけなんですけども、まあ、こちらですね、幕張のね、ホテルニューオータニ、利用することができるっていう風になりますんで、めちゃくちゃ良さそうじゃないですか。36平米の客室に利用することができて、間取りはね、こんな感じになっていて、360度ビューとかも見れるみたいですね。普通のね、普通のね、会員価格で泊まると、2名でね、3万7000円ぐらいするらしいんですけども、まあ、これがですね、無料で利用することができるっていう風になりますんで、めちゃくちゃいいですよね。はい。こういった形になってるんですよね。で、こちらがですね、さらに2万ポイントとかね、3万ポイント、まあこちら V ポイントですけどもね、こちらで交換するとですね、どんどん良くなってってですね、はい。スーペリアルームからデラックス、モデレート、ラージ、ツイン、A タイプとかね、まあこういった感じで利用することができて、もうね、3万ポイントとかね、まあかなりね、必要ポイント多くなるわけなんですけども、こちら見てください。ガーデン、タワースイートルームの一泊朝食券付きの宿泊券とかですね。またね、高級フランス料理、トゥルーダルジャン東京ディナー券とかですね。本当にね、絶対3万円以上ね、絶対するだろうっていうね、特典がですね、こちら利用することができるっていう風になるんですよね。まあ、コーナースイート、コーナースイート、モデレートツイン、朝食、夕食付きとかもね、あるんですよね。これめちゃくちゃいいですよね。はい。まあ、こういった感じでですね、このホテルニューオータニのね、ビザカードがあると、V ポイントをですね、こういった使い方もね、利用することができるっていう風になるんですよね。ちょっとね、宿泊がですね、少ない部分があるのと、まあ、対象のホテルがですね、かなり限られるっていう風になりますんで、まあ、利用できる方はですね、関東圏の方になってしまうのかもしれないんですけども、いや、V ポイントの利用先の一つとしてはですね、かなりいいのではないのかな、なんていう風に思うんですよね。で、またですね、先ほど言った通り、このクレジットカードを作るとですね、ホテルニューオータニのね、会員がね、なる必要があるということで、会員特典ということで、会員特典もね、ちょっと見ておいていただきたいんですけども、まあ、こういった感じでですね、結構いろいろね、利用することができて、このホテルニューオータニ自体もですね、ラウンジとかもあって、これね、無料で利用することができて、まあ、アルコールのね、提供はないみたいなんですけども、まあ、こういった感じのホテルで、ラウンジがね、営業されていて、一応ね、中学生以上のね、お客様じゃないと利用することができないみたいなんですけども、まあ、これもね、会員特典でね、利用することができるっていう風になりますんで、これは非常にいいですよね。
あとね、宿泊特典もね、結構良かったりしたんですよね。はい。こういったね、予約の優先受付だったり、宿泊料金の優待。で、あとね、スイート利用した時の、朝食特典とかね。まあ、これは多分宿泊券で宿泊したら、こういうね、なんか、なんだっけな。こちらですね、ミールクーポンとかもね、もらえるみたいですけど、こういうのは多分もらえないと思うんですけどね。はい。一応ね、こういう感じで、朝食特典がついているホテルであったりですね、朝食優待ですね。はい。で、朝食プレゼントとかもね、あるみたいなんで、まあ、これもね、ホテルによるみたいですけども、ま、いろいろね、会員特典ね、クイックチェックインとかね、クイックチェックアウトとかね、アーリーチェックインとかもね、利用させてくれるみたいなんで、これはね、非常にいいですよね。でですね、こちらのディナー券とかね、ちょっと見ていただきたいんですけども、こちらホテルニューオータニですね、東京ですね。こちらの、ディナー券、こちら。平日9900円。土日12000円。これがね、このポイント数なんで、はい。5000ポイントで利用することができるっていう風になりますんで、非常にいいですよね。1人9900円なんで、まあ、2人で利用できるっていう風になりますんで、まあ、2万円ぐらいですよね。まあ、それが5000ポイントで利用することができてしまうっていう風になりますんで、いや、これはね、めちゃくちゃいいですね。はい。ですんでね、今後、V ポイントね、貯められている方は、ぜひね、こちら、覚えておいていただきたいな、なんていうふうに思います。ということで、今回ですね、こちらをね、ホテルニューオータニクレジットカードね、発行させていただきまして、今回ね、解説動画作らせていただいたわけなんですけども、まあ私もですね、V ポイントをポイントサイトからね、ちょっと交換して、今ね、1万7000ポイントぐらいあるんですよね。で、ちょっとね、どこで利用しようかね、ちょっと迷ってるんですけども、まあ今後ね、ちょっと宿泊にもね、ぜひ使わせていただきたいな、なんていうふうに思いますんで、またね、レビュー動画とかもね、作っていきたいな、なんていうふうに思っております。このね、V ポイントなんですけども、やはりね、V ポイントね、非常に貯めやすい。またね、タッチ決済、スマホのタッチ決済でね、誰でも今、ナンバーレスとかね、持ってたら 7% 還元ね、対象店限定にはなりますけども、利用することができるっていう風になりますんで、またね、三井住友プラチナプリファードっていうね、年会費3万3000円かかるね、クレジットカードはですね、SBI 証券のクレカ積み立てありますよね。あちらね、5% 還元なんですよね。まあ私みたいにね、ナンバーレスとかだと 0.5% 還元なんですけども、プラチナプリファードとかでね、満額積み立ててる方はですね、こちら 5% 還元なんで、一月2500ポイントね、V ポイント貯まってる人も結構いらっしゃると思うんですよね。ですので、こういう方がですね、1年間にね、3万ポイント貯まりますんで、まあこういう方はですね、普通に1年間に1回、ホテルのね、スイートルーム一泊宿泊できてしまうみたいな、まあこういった感じになりますんでね、めちゃくちゃいいですよね。ぜひね、気になる方はですね、こちらね、ポイントサイトとかにね、こちらは案件にないと思いますので、まあ公式サイトからね、発行する。まあ私もね、公式サイトから発行して、このクレジットカードね、本当に今に珍しいね。まあネットで申し込むことはできるんですけども、まあその後の本人確認とかね、全部紙っていう風になりますんで、申し込んでからね、1ヶ月ぐらいかかったんですよね。今時ね、かなり珍しいんですけども、まあこういった感じになっておりますんで、まあ気になる方、またね、これからね、使いたいなと思う方はね、早めに申し込んでいただいた方がね、まあいいのではないのかなと思います。ということで今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッター、インスタグラム、LINE 公式アカウントね、やっておりますんで、ぜひね、チェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。